はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はねっていうか今日もね、函館の様子ということでね発信したいと思いますけども、今日はね2023年のね12月の2日土曜日なんでね、この間ね平日の様子っていうのをねあげたんだけど、今日はちょっと土曜日の様子をねあげてみたいと思います。やっぱりね平日とね土曜日ちょっと違うと思うんでね、またここ、JR 函館駅前ね、ここから朝市の方へちょっと行ってみたいと思います。どうかな。まあ昨日は雪降んなかったんだよね、夜ね。で今またちょっとパラパラ降ってるんだけど、もう道路がね凍っちゃってるとこがあっちこっちあるんだよね。路面凍結ってやつだね、まああからさまに凍ってるからね分かりやすくていいんだけど、夜だとちょっとね分かりにくいかもしれないね。反対側なんて真っ白だもんね。真っ白で歩道も全部もう完全に凍っちゃってるからね。なんだ何この人。ここ左でいつもの朝市と。まあやっぱり観光客の人いっぱいいるね。駅の方もまあそれなりにいるね。いるいる。どれ。どんぶり浴場とかね。この辺は本当海鮮系食べたらいいよね。イカ釣りとかあるんでね、イカ釣ったりすることできるね。その前いつも車ここ止まってんだよね。なんでこんなに車止まってんだろう。お店の人なのかな。あ滑るね。滑った。今車ねちょっと滑ったね。あれローソンできたんだ。へえ。確かローソンなかったよ。できたんだね。うわすごいな、ヤマト。荷車みたいな、なんでリアカーみたいなやつで荷物運んでんだ。すごいね。だって雪ってか凍っちゃってるから滑るんじゃないのって思うんだけどね。雪がチラチラしてんだよな今日。今日降らないと思ったんだよな。天気予報だとね降らないって言ったと思ったんだよ。天気予報全然ねもうなんていうのかな、当たんねえね。なんかね曇りとかって言っててもね絶対雨じゃない、雪降ったりね。なんでやっぱ雪降ったじゃんとかって結構あるからね。やっぱなんだかよくわかんないよ。見てほらここなんてこう凍っちゃってるもん完全に。ね、真っ白だよ真っ白。こりゃ滑るよ。間違いなく滑るよ。そーっと走んないとね。ブレーキもねちょっと遠くの方からねそーっとかけていくんだよ。わかる。そーっとかけていくんで、そうやっていくと割と普通に止まれるっていうかね。ギュッて踏むとさダメだよ。ズッて滑るから。何回滑ったか分かんないな。函館山も雪だね。いやほんとこの辺は溶けてるね道路。やっぱ交通量が多いとこは溶けんのかな。あでも日が当たる、日も当たってねえよな。どういうあれなんだよく分かんないけど、あそうそうここ右が漁協ね。もういいか。でこの先が倉庫群が見えてきたね。またどうかな。あんまり人いない。あクリスマスツリーがね大きいのは昨日からかな点灯するって言ってねテレビでやってたけどね。ほらこれちょっと見えるかな右側にね。あでかいね。あ昼間見たの初めてだな。
いつも夜点灯してる時にね見に来たりしたけど、あ、俺左側なんてもう真っ白だ、全然凍っちゃってんね本当に。観光客の人やっぱいっぱいいるな、やっぱいるんだね、やっぱね、やっぱコロナが明けたからあれだな、もう関係なく来んだねみんなね。それはそれでいいんだよな、目の前ここ函館山でね結構迫力あるんだよね。ちょっとカメラで見えれないかな、見えるか、見えたな、こんな感じ。じゃあちょっとアップするとダメだ。観光客の人多いわ。すごいカメラ持ってる。ここがねラッキーピエロと長谷川さん、ラッキーピエロすんげえ混んでるわ、混んでる。まあ函館にしかないご当地グルメみたいな感じだから、やっぱでも結構ね全国的にもう有名だからね、やっぱみんな来んだよね、来んだよ。函館小いちご洋菓子店ってね、ここもよくテレビ出る。右行くと函館山の方行けるんですよね。まあ俺は左行くんで、こっちでね。大体いつも同じようなところなんだよな。よく出るね、俺。本当天気はよくわかんないな。ああでもやっぱ道路凍ってるわ。この倉庫のあたりね、結構ね。まあ、この幹線道というか幹線道路はいいんだけど、中の方はねすごい真っ白、こうちょっと今カメラで撮れないんだけど、中の方を見るとね真っ白だから、歩くのにねちょっとそーっと歩かないと本当多分滑るよこれ、間違いない。歩道だって滑りそうだもんな。やっぱこの辺ね、今日というかまあ冬はみんなそうなんだけど、来られる方はね、ほんと滑り止めのついたね、靴でないと絶対転ぶと思うよ、これ。歩道もひどいもんな。だから俺ね、なんかね、今日ね、スパイクシューズみたいなのあんのよ。あんの。アマゾンとかで売ってんの。スニーカータイプのね。まあ、この間、長靴、スパイク長靴ってのも買ったんだけど、今日はね、やっぱ、今日はね、てか、街歩きで長靴って嫌じゃんね。だからね、やっぱスニーカータイプのやつがあるんだけど、それでもね、少しやっぱ滑る感じがしたから、歩いててね。普通の何にも滑り止めついてないやつだったら、すげえ滑ると思うよ。まあ、雪に慣れてるね、人ならいいけど、まあ、俺みたいにもともと雪なんかあんま慣れてないようなね、人が来ると、絶対転ぶと思うからね。まあ、東京でもね、昔東京でも雪降った時あったんだよな。それで転んだことあったもんなって今思い返すとね、まあ、どこでもやっぱ雪が降るようなねとこはちょっと、気をつけた方がいいよね。まあ、歩くのはもちろんだけど、車は本当にもっと気をつけないとダメだね。車はさ本当にスタッドレス履いてるから大丈夫だろうじゃないんだよね。スタッドレスでも100はないから、まあ普通に走っててもね、車の事故っていうのはしたくてする人はそういないと思ういないと思うけどね。だから雪道っていうかこういう路面凍結してる時に、いや滑りたいっていう人い、まあいるのかどうか知らないけどだけどまあ普通、まあね、それで事故したいとは思わないだろうから、だけどそう思うんだったらやっぱりあれだよね、ちゃんと、速度は出さないとか車間距離は保って、走るとか、まあ、いつでもね止まれるような感じに走るようなね、なんかそういう気構えというか心構えを持ってね走ってないとダメだと思うよね。まあ、案外これ滑って人引いちゃったなんて言ったらさ、いや本当に大変なことだと思うよ。まあこの間はねほらテレビで
あの札幌の方で何タイヤが外れて、ちっちゃい女の子が、まあ、今でも渋滞とかっていうなんかテレビやってたけどさ、そんな人の人生を台無しにしちゃうわけだからね、事故っていうのはね。いや本当に、でもタイヤなんてさ、まあ、自分で交換してもいいと思うんだよ、俺もやってっから。だけどさ、あの一回やったからってもう安心じゃなくて、やっぱ何回もさ締め直したりするよね。うん、する。でないと不安でしょうがないです。だからそういうことしなかったんだろうな、まあ、ハイリフトにしてね、改造車でなんて、そんなのもね、いい年越えて乗ってんじゃねえよって思うけどね。うん、昔は俺もホイール変えたりさ、シルビ、一番最初買ったのは S13 シルビアっていうのだけど、それもね、なんだっけな、あのホイール変え、ちょっとメッキのね、ちょっとかっこいいホイールに変えたりね。で次から、まあ、セドリックだとかクラウンだとか、まあ、キャデラックも乗ったけど、あれだね、ワイヤーホイールってね、自転車のスポークみたいなね、やつ、あれかっこいいんだよね。まあ、そんなつけたりしたけどさ、もう今もしない、そんな、まあそんな感じでね、そんなのどうでもいいんだけど、まあ今日もまあ土曜日でね、これからまだ人も来るだろうし、クリスマスもね、あのツリーもあるからね、まあ地元の人も行くだろうしね、まあ、人もたくさん来ると思いますけど、まあ歩くのもね、車もね、気をつけて行ってくださいということで。今日はこれでおしまい。あ、チャンネル登録お願いします。それじゃまた。本当ね、事故だけ怖いからね、気をつけてくださいね。